ちゃんが癌で急に亡くなったこと、なんか人生でいつか終わるのか誰でもわからないので、心に従ってできるだけやりたいことをやるべきだと思ってて、それで日本に留学することにしました。それは、電気とは言えないかもしれませんけど、人生に対するの考え方が変わったんです。はい、はい、私の人生の転機といえばやっぱり日本への留学のことです。日本に来る前は私の人生は音楽しかないと思いました。けれども日本に来て留学してみたら、それは私の勘違いだと気づきました。いろいろな国の友達と出会ったり話し合ったりして、今まで知らなかった広い世界を知るようになってよかったんです。その転機は多分中学の時ある先生と出会ったことです。中学の私は生意気で危うく苦しそうになりました。その時ある先生が分厚い小説を貸してくれました。先生がこれは面白いよ、あなたなら読めるだろうとおっしゃってくれました。それをきっかけで文学の世界に一歩踏み出しました。今振り返ってみると本当に5分くらいの出来事だったけど、私にとって大事な転機だと思います。はい、私の人生の中で、今まで一番大きな転機になったのは、多分大学を卒業してからアメリカに行ったことだと思います。でそれがどんな点で良かったかというと、それまで自分が限界だったと思ってたことがもっともっとできるということを、それで体験を通じて分かったことです。もうアメリカではすっごい、辛いこともあったし、睡眠時間は3時間ぐらいしか寝られない日が続いたけど、でも、自分は今までここまでしかできないと思ったことがもっともっとしなければならない、できたっていうことが、その後自分が、人生を送っていく中で、自分がどこまでできるかっていう限界をいつも超えていけるっていう自信につながったんじゃないかと思います。こんな感じで、私はずっと東京で生まれ東京で育って、東京ガールだったんですけれども、非常にこう限られた世界でしかものを見ることができていなくて、で大人になって初めて一人旅旅行をしたんですけれども、その行った旅行先がインドだったんですけれども、せっかく行くんだったらもう日本とこう180度違うような環境、世界を冒険してみたくてインドへ行ってみました。でそこで体験したことが本当に全て人生を変えたと言っても過言ではないですね。そこで見たものとか出会った人とか、やはりこう自分がまさにこう胃の中の蛙、大海を知らずっていうのを痛感して、あ、世界はこんなに広いんだな、もっともっと世界とつながりたいなと思うようになりました。じゃあ先生はその世界観みたいなことも変えりましたか？変わりましたね。もうまさにあの旅行がなかったら、ずっとただただ生ぬるい暖かいこの日本の東京で便利な生活の中で溺れ死んでいたかもしれません。はい、そうですね。人生を変えることのとなった転機、そういったあまり大げさなものは特にないんですけれども、初めはずっと主婦をやってまして、毎日毎日こう単純な日々が続いていて、ああ今日も何もなかった、今日も何もできなかった、私もっと何かしたいのにと思っていた時期がありました。その時にある友人の家に遊びに行きまして、その時彼女は実はあまり良くない病気にかかっていて、それで今は普通に生活をしているけれども、もしかしたら急に救急車で運ばれて入院して何かっていうことがあるかもしれない、彼女だったんですが、普通にお料理教室やなんかを開いてました。その彼女がおしゃべりをしている中で、夜寝る前にね、
今日も何もなかったって思うのって言われた時に、あ、いつも何かがなくちゃ、何かと思って焦っていた自分がいたけれども、いや、そうではない、一日一日が平和で、それに感謝しなくちゃいけない、それでいいんだっていう、一つ一日一日が大切なんだっていうことに気づかされたのが、もうだいぶ10年前の話です。それを思うと、多分こう日本に来て、何か来たから何かやらなくちゃやらなくちゃと思っていらっしゃるみんながいるかもしれないけれども、いや、一日が無事過ごせたらそれだけで素晴らしいということを、日々感じてほしいなと思います。はい。